さあ、煙上げたくの旅打ちってやつは今回3回目になるんですけど、前回ね、ゴミみたいなメンツだった割には意外とそもそも面白かったんですよ。なぜならばプラスで終わったからすごい咳してますねプラスで終わったからですね。咳？うん、うん、咳って言ってタバコに入ってきましたけどタバコに控えた方がいいんじゃないかと思いますけどというわけで、やっぱ旅し勝ってなんぼなのかなっていう部分がありまして、今回はもうカリッカリのスロープロお二人をお呼びしました。くしくも名字が一緒というわけでこの二人です。どうぞ。じゃあ先に失礼します、はい、こんにちは。はい、バイソン松本でございますお前から自己紹介するいやもう言いたくて言いたくて松本同士だっていうのは、うん、どうしたそのマイクもっていやいやいや持てって言われたんですよ。まあそうですけど早いな、気が早いなと思って、はい、松本さん、はい、と松本バジでございます。よろしくお願いします。いや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 、今回はどっちも松本だよ。ガチで選ばれたんじゃなくて、ディレクターに聞いたら、はい、松本と松本揃えたら面白いんじゃないか的な、もうすごい軽いノリでした。ここないですよ。でしょ、はい、ないです。ピーンと来たんですよ。何が何がお、松本じゃんみたいな松本清の御曹司、はい、あと松本城の御曹司次期当主松本って名字の人はみんな金持ってますからね何なんすか一個も合ってないですよ、僕の方に関しては前園さんの方に関しては合ってるかどうかの判断もついてないんですけどいや本当に本当ですか。新幹線で岡山に行っております、はい、どっちの出口でもいいです。タクシーの店員さんに松本城お願いしますとピューって言ってくださいそれね、長野の松本城までタクシーでそんな本当に地元の友達とかに怒られるんでやめてください、そういうの。でもお金は持ってますよね、まあ、まあまあちょこっとですよねここどこですか。福岡県、はい、北九州市、はいはい、さっき覚えてたんですよ。さっき覚えてたの忘れたんですよ僕に急に振られてる。初回が、はい、あれは前橋ですね。前橋で、はい、次が金沢に行きまして、はい、今回は北九州、はい、今日は戸畑中本町商店街に、はい、来てるというわけで、なんすかね、かなりシャッター具合がいやそうですね昼間、まあ、今15時ぐらいです。あの断っときますけど俺ら いやあるんですよ、もっと栄えてる商店街、はいはい、あえてシャッターっぽいところ狙ってるこれからお邪魔すんのよシャッター街を盛り上げたい。なんでこの子にいるか分かってます。いやぼんやりとした趣旨しか聞いてないですよ、うん、あのパスとかどうでもいいですよ、パチンコとか、まだいいんです、はい、今ここではそのここの場の商店街で視聴者の方へのお土産、あ、そうなんですね。お土産を買いましょうということなんですよ。全然言わないですもんね。なんか言われたんですその空いてるみたいな、どんな仕事か聞くと、はい、いやもうあの地方で打つ仕事みたいな、あの後ろめたいたことがある時っていうのが番組会を一切言わずに話してほしくないじゃないですか。いや、大丈夫、大丈夫が多いと不安になる。なんで気づいてんすよ、あのこの業界俺からどうっていうのは警戒されてるなって。人間に感じますからね、これ。絶対なるべく詳細は言わないようにして、はい、そうなんですよ。まず1名様です。1名様、はい、1名様に、お土産を買うということで、ちょっとありますよ。はい、そうですね。じゃあ、はい、松本さん、あの気合一発お願いしますよ。この気合が入るように、はい、もう、マイク持って、マイク持って、はい、木村恭太の、そうだ、間違えた、俺小さい松本さんって言ったからね、これ大きい松本さん、小さい松本さんですね。ちょっと今、いや、これ松本さんって言ったまま、ちょっと、あ、どうしよう、どうしよう、どこで言おうって、松本さん、すいません、小さい松本さん、お願いします、お願いします、はい、で、最後にこの番組の正式名称を言っていただくと、はい、はい、今回の旅は、ダブル松本がお届けします、木村恭太の旅打ちってやつは、普通にしまっちゃったいや今もう旅打ちのあの音楽流れてますからじゃあいきますよすいません。この番組は旅嫌いの木村恭太があえて旅打ちに挑む
目的がよくわからない番組である。まずは商店街だよ。まず花じゃね。花じゃね。お前、いや、じゃあお前なんか足りないよ、その服の感じが。ちょっとハワイ的なやつはやめてください。やめてください。それは一位ここに刺してるだけで全然似合いそうですけど。そう、いや、もう開始5分で裏切ったから仲間だと思ってたのにと思って。同じ松本なのに。スカパーの収録なんですけど、はい、ちょっとよろしいですか。はい、この撮影すっごい目で見てるんですけど。いや、だから練習ですよ、はい、カメラマンさん思わないですか。まず許可を取ってください。あ、はい、まず撮っていいかどうかな。怖いっす。いやいや、俺の手に。いや、木村さんお願いします。いや、OK でしょ。 OK でした。 OK、 取れたでしょ。はい、そうしたら僕ここに1輪刺したいんですよ。はい、選んでください。スカーフ忘れちゃったんで、スカーフ忘れてしまったんですいません、はい、スカーフを忘れちゃったんで、ここに花を1輪胸に刺したいんですよ。それに最適な花ってありますかね。胸に刺すのに最適な花でしたら、もう一番オーソドックスなのは赤いバラです。はい、あ、赤いバラいいじゃないですか。赤いバラ。じゃあ赤いバラお願いします。はい、どこに刺しましょうね。あのシャツの胸ポケ。ボタンホールとか。ああ、ボタンホール。ああ、いいな。じゃあ全部入れちゃうよ。ボタンホール。上から下まで。1輪ですか。いや、1輪かな。じゃあ1輪だけ。1輪が多分させません。あ、そうです。全部入れパターンなし。あ、結構大きいの。大きい。立派なバラっすね。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ、お会計。お会計、はい。松本さん、小さい松本さんでした。どれくらいですか。別にいいです。いや、お会計は。あれ、いいよな、バラな。いや、もう全然。じゃあ、言ってみる。やってもらえない。いや、僕は大丈夫です。言ってもらえない。いいんでしょ。いいんでしょ。あるじゃん、あるじゃん。まだあるから、お店。まだ、いや、お前、いいんでしょ。いいんでしょ。大丈夫です。どうしたん。うわぁ。急にドレッシーになっちゃって。どうですか。バチさん、羨ましいですか。いや、大丈夫です大丈夫出た。大丈夫ですが大丈夫ですか。すごい、全然様になってますね。いいね。どうですか。カメラ一台もそっち向いてるカメラ飯食ったの。車の中で、車内で軽くですよ。サンドイッチ。はい、車の中で何食ったの。サンドイッチ。俺食ってねえよ。俺食ってねえよ。食ってねえよ。だそうです。だそうです。うちの先輩が怒ってます。バチさん。食ってねえよ。俺でも僕思うんですけど、あれなんですね。あの僕マリモさんとか今のバイソさんとかの絡みで、木村さん多分あれなんですね。昔すげえ怖かったでしょ。全然怖くねえよ。いや今もう怖い。今もう怖いです。ありがとうございます。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあバイソン。何でも買ってもらえる。何でも買ってもらえるシステムだ。はい。じゃあお釣りやらないで。すいません。はい、あ、お釣り大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。それ僕が決めることなんですけど。お釣り。ほら。はい、すごい。あんまりこう。綺麗なの食べることないでしょ、ね、団子屋さんっていうか和菓子屋さんの団子とか久しく食べてないです、ね、味は一緒、色が違うと、はい、綺麗な一番下だけよもぎなんですよ。もぎ、あ、一番下だけよもぎなんです。うん、ちょっとこういうの怖いんでやめてください。うん、美味しい。よもぎっす。これ実はよもぎがすげえ好きなんだごめんなさい。いやもう逆肌食えばよかったんじゃないですかね。急になんか肌寒くなってきた。寒いですね。全部拾うのか。急にいや本当なんか急にいいんだよね。いや僕はもう大丈夫ですけど。俺も大丈夫なんだよね、暑いし。結構来てます。いや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 。
やいや何いやで僕はバラがついてんで、ね、ちょっとバラにはえじゃ、まあコートじゃないですか、あの春のコートがありました、はい、シャツがあるんですか、この下はこれ何 T シャツ T シャツです T シャツ、はい、その下はは肌です肌でね、はい、3枚はすごいよねマチさんあなたの3枚でしょ1ですよね、はい、2、3、4だこれはそれ1、2、3、4一枚やっぱり1、2、3じゃん足りないじゃんどこまでで1枚4 4、3、4マジさんも多分諦めた方がいいですよしかもあの小さい松本さんに朗報です、はい、セール中です知らんねえあのセールの上なんて書いてあるんですプライスダウンすげえなマジかよ危なかったなやっぱり着替えるんだなありがとうございます木村さん、はい、婦人専門店でしたね大丈夫じゃないあの初回もネギ坊さんがそこでバッチリコーディネート決めたんで大丈夫ですあれも本当いやそこのコーナーですかまず下です下はやめてくださいまずは下ですここですねここはまずは下ここはちょっと下北州するもんまずは下ですよどれですか変わりましたこれですね、はい選ばねえから、まあ、スロッターだったらちょっとこれ選んでしまうですよね、ですよねでもちょっと本当下はこれですずっと履いとくんですか確かにでもサイズ的に着てましょう、うん、でこれに合わせる上をちょっとインナーっすか大丈夫かなこれあいいじゃん俺ゴリゴリ後輩なんだけどなカラオケの発表会なんかに着られる、はい、あじゃあもう公共のやつですねこれは多分僕入ないかもしれない。はい、入ります。ね、あこれ。これあります。そうですね。これにこれ。あ、シックでいいね。シックでいい。シックでいいですね。こういう感じ。こういう感じになるね。これね。じゃあ一回着てみよう。じゃあこれを着てる間に俺らアウターへ。なんでこんなにいじられるんだろうな。あ、可愛い。シャツは脱がないと T シャツはあれだ T シャツは着てるはいあの驚愕でしたねテンションあの過去にない感じですねあのあれはちょっと歩けねえかなっていうこっちもいいかなシックせめてね、うん、せめてシックだからこれはかっこいいな普通になやっぱいやあんまり目立ってもらっても困るじゃんそうですね打、ね、つ時にご年だと思われるんでいねえそんなバカいねえ音信不通あらどうでしょう なんすかそのなんかちょっと反応悪いのいやいやちょっとそれ歩けないねそうですなんでもこっち、せっかく来たのにいやいや素晴らしいですよ似合うか似合わないか言われたら似合いますけどパッツローズ格好じゃないねパッツローズじゃないですねなんであの下はすごく似合ってるんで、はい、上替えましょうちょっとこれいいですかはいいや全然ほらいいじゃんもうどうしたの急に飛ばさんって感じさっきのよりかはまあまあちょっと柄が主張しすぎじゃないですかねいやシックですごくいいよ意外とあれうん本当ですもうこれにしようこれ今日はずっとですか明日もだねもちろん明日もだぞあのでもこれでも3枚ですかあれ細かいねでもこれでも3枚ですよいやなんか何の違和感もないんだよなそうですね、うん、ただ今一つ気になったのがバイソンがあのもらったビニール袋を投げたんだ相当怒ってますねもうあんまないですねバイソンが物投げるとか生き取りの隠し器じゃあバイソンさんお会計小さい松本さんお会計今セールなんですもんねセールなんですよねああよかった結構しまこんな素敵な服買ってまあはいはい
チョコレートたくさんくれましたチョコレートたくさんくれありがとうございます。すいません、チョコレートまで、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。最初3個くれたんですけど、なんか思い直したのか、あるやつ全部くれましたでしょ。それなんでか知ってる？わかんない。初め3個あったじゃん、はい、チョコレート増えたじゃん、なんでか知ってる？わかんないです。バラだよ、バラの絶対関係ないよね。すげえ、何年も後輩なんだ。初対面ですか？そうなの？今日初対面ですよ。今日初対面ですよ。初対面です。あ、本当の初対面なの？初対面。飲みの席で会ったこととか？ないです。なかったです。ゼロです。仕事じゃなくて。だからぎこちないのか。そうですよ。あ、すいません。すいません。すいませんでしょ。俺どうしたのかなと思って。そりゃそうでしょ。だって選べないっすよ、僕。歴はしこたま先輩だし、初対面だし。行っちゃっていいんすか、ステージショーみたいな。分かんないわ。分かんない。どこまで行ってるか分かんないから、マジ。俺、袋投げた時、マジやべえと思ってた。怒ってます、怒ってます。じゃあ、ちょっと2人の仲をこう取り持つには、早急にお願いします。わかりました。あれ、美容院あります？美容院。それ。もしかして僕。お前行くみじゃん。ダメなやつですか。この業界で愛しいんだここ。マジっすか。でもくくり。くくり。あとムドウさん。そうですね。いやムドウ出してるじゃん。はい。隠し。ここはもう。わかんないよ。ロビンマスクみたいなもんだからね。黒塗りになっちゃう。じゃあ2人の中を、はい、美味しいものして。あ、大丈夫ですか。こんにちは。すごい。あ、商店街のあれですよね。理事長のお店なんですよね。そうです。そうですね。一番売れるの、売れ線。やっぱエクレアは早いですね。エクレア。あ、エクレアいっちゃえば。だから一つのエクレアをこう行けばだいぶ距離縮まると思う。なんで？それはない。それはない。何ちゃうんだお前。あいつはないのか？ハゲてるからか？ないのか？ないのか？まだハゲてない。じゃあ二人の距離をこれでね縮めてくださいよ。本当にちょっとまだですよ、まだですよ。俺は今日嬉しいです。初対面の二人がこんな長くなってくれて。いいから、くわえろ、ほら、くわえろよ。くわえろっつってんだよ。早く、早く、くわえろよ。早く。それはなんか AV みたいな感じなんですよ。やめてくださいよ。早く、早く。じゃあ食べてください。二人の松本に乾杯。さあ食べっすよ。なんで話すんだよ。いや、それいいっすよ。おい、木村なの。松本じゃない。お土産ちょっと積んだ感ありますね。ちょっと困ったな、これな。あそこなんだ、何やね。ちょっと見てみますか。ブティックだ。ミカパルだ。なんか1回目2回目で楽しくなったんじゃないですか。内田さんに手打ちます。プレゼント手打つって。ありがとうございます。ちょっとカメラも入ってもよろしいですか。はい。プレゼントを探してるんですよ、あの視聴者の方に。いや、そう、テレビを見てる方に、うん、なんかプレゼントになるようなのありますか。1000円の分とで、うん、1万円入れてる。1000円の、うん、おお、あ、これあ、これ1000円のですか。重ね着する。このこれとプレゼントでしょ。これいいっすね、鎖かたべらみたいな。鎖かたべら強そうですね、強そうですね。俺ね、1000円。それにあのいろいろ着れるから。まずちょっと着てみなよ、これ。その上にこれ。わかりました。バッチさん。俺違うみたいなのやめてくださいよ。サイズが、そう思ってますよ。サイズの問題が。これは女物だから、うん、はい、まあ、肩幅とかは多少違うかもしれない。あら、
似合ってますかね。似合ってます。いいじゃないですか。素敵、素敵だって。じゃあ買わせていただきます。ついに自ら。松本分かってきたね。それだけだと寂しいんで、これどうすか。それ一足があるよ。一足から一足110円。うん、これ何足入ってる。6足入ってる。ああ、じゃあこれにしよう。これ着といた方がいいですか。そうだね。松本やっぱりまだまだだね。でも御曹司っていうのは本当なんですか。なんか裕福な、多分ですよ。はっきり聞いたわけじゃないですよ。すごく裕福で帝王学をこう叩き込まれたんだけど、あいつだけ挫折してこうなっちゃったみたいな、多分感じだと思います。変なこと言われてる。またそばっかりね。イメージ的に、イメージ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 の話。羽織るとやっぱ普通に見える。何喋ってたんですか。え、何喋ってたんですか。何喋ってた。はい、今、はい、バチさん、いいお店だねって。そうですか。優しいおばあちゃんも、トマト中本町商店街来たの、まずはうちだ、うちだ来たらいいんじゃないですかって話をしたんですよ。わかります。なんでそんな目で俺ら攻められたの。なんで攻められたの。今何話してんの。何で攻められたんだよ。おい、なんだよ。この格好の人に言えますか。国交関係人じゃないか。なんで攻められてんの。なんだよ。攻められる。何で攻められたんだ今。おい、もう顔が上がって、何しゃべってんですか。何しゃべってんですか。なんだよそれ。なんで内田さんの宣伝してんの。なんだよ。聞いただけじゃないですか。なんで怒られるんですか僕。その形の絡みに俺一切入ることないですからね。俺はもうどっちにもつかないですから僕は。ただ見てるしかない。お腹減ったね。分かりました。はい、てかまあお茶飲みが寒いから。そうですね。はい、じゃあどこかな。探しようか。俺探しようか。走って探そうか。はい、ありがとうございます。これも工程なの。やりたいの。何なんですか。分かんない。木村さんちょっとテンション上がってるんですよ。これ俺見ましたよ、この絵。これやりたいんでしょ。これがめっちゃ寒い上にめっちゃ洗えてるから。カリフラワーが走ってる。やりたいじゃないかな。気に入ったんじゃないですか、完全に。走る絵が。あの後ろ姿の絵良かったなって。カメラマンさんも優勝しちゃったもん。あれ、いねえなーって。あれ、カメラマンさんも戻ってきた。あれ、いねえなーって。どこまで走った。あれ、どこまで走ったんだ。ここにしました。ここ。あれ？入ってたの？ちょっと見てきます。いるいますね。邪魔しまーす。あ、ありがとうございます。邪魔します。失礼します。どうした？あの。走る絵気に入ったんですか。もう頼んだから。あ、注文。うん、座って。全部回っても1週間で1周しちゃうぐらいですよ。ディスってんのかとかだ。ディスってんの。あ、そうか。全員北九州に来たら、ありがとうございます。美味しそう。本当うまそうですね。これ生姜ですかね。じゃあ生姜をこう溶かして。3人とも肉うどんしました。一番のおすすめだと。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきましょう。俺本当に苦手なんで、バイソン食レポお願いします。松本が食レポに挑戦するよ。生姜の香りが急に鼻に抜けて、あと麺のどごしも最高です。0点。でもレギュラー何本。レギュラー0です。聞いてみ。レギュラー何本ですか。ちょっと待ってください。もう両手いっちゃうもん。これ両手も足りないぐらいだから。その大きい松本さんの、はい、プロの技勉強させていただきます。巧みの技ですよ、はい。
もうボリーゲつけてたくみってやっちゃうよ。ちゃんと見とけほら。松本が食レポに挑戦するよ。結構太麺です。いただきます。特に讃岐うどんよりもちょっと柔らかめで、で僕生姜全部溶かしたんですけど、生姜の風味がこう肉に絡んで美味しいです。肉が甘めです。ねえ、これだよ。これだよ。大した知識もないし、はい、感動もないんだけど、どんだけ飲めるって。全部僕も知ってたところです。今度は木村だよ。せっかくなんで。うまいっすね。なんだその自信の感じ。本当にダメなんですよ。俺は、はい、まあこう3人いたとするじゃん、はい、俺が女子だったとするじゃん、はい、俺絶対大きい松本さんと結婚するんですよ、はい、なんでか分かります？仕事の数とかじゃないですよ。まあまあそれはリアルな感じなんで、へこむからやめてください。はい、まあ同じもの食べたじゃないですか、はい、みんな綺麗に食べ終わったじゃないですか、はい、見てください、あの綺麗な片付け方。あー、店員さんのことを。あれはね、はい、優しくしてくれたんですよ。確かに、なんで結婚できないんですか。じゃあもう、甘やかしすぎるのも良くないってことですよ。そういうところがこう食べ終わった後にも現れる。出てますよ、うん、それモテますよ、あいつハゲててもモテるわけですよ。ハゲてんすか。一個も特殊だよ、マジで。ここまで俺まだ一個も特殊ですからね。この度差し上げますよ。いいですよ、それもいい。いや、得意のとこ行こう、得意のとこ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 行きましょうか。打ちます。はい、もういいんじゃん、行っちゃって。はい、何もなしですか。何かないですか。何かそのルール的なやつ。ルールどうしましょうか。あ、それも、まあ、お店の名前はスペース666、はい、666なんで、はい、まあ6000ずつとかでもいいですけど。ああ、そうですか。666、あ、666の乗り打ちでいいですか、そもそも。まあここまで2回は、過去2回は乗り打ちでした。はい、なんか不服そうじゃないですか。いやだって6000で間に合います。いやいや、俺6000って言われたらそれやめたことないですよ、一度も。いや約束を破ったことは生まれてこの方一回もないです。本当ですか。大丈夫大丈夫。僕飛ばし飛ばしに見てたから分かんないですけど、くれぐれも俺が9000使ったってのは言うなよっていう。俺が9000使ってることはくれぐれも言わないように。あれは初見から、あれは見てギャグでした。見ちゃった、見ちゃった。生まれ変わりました。生まれ変わりました。生まれ変わりました。であれば、はい、もうか見て、俺反省したんですよ。はい、俺いけないな、ひどいなと。反省した上で反省した。いや、いじめてるようにしか見えないかもしれないですよ。あ、じゃあ気に入ってない。いや、気に入ってます。気に入ってます。気に入ってないって言ったら、それはまあ、それはもう一回始まっちゃってし、もう一回始まっちゃってし。いいですよ、まあ土下座します。やめてください、やめてください、やめてください。それはやめてください。勝って返してくださいよ。返す。あ、マイナスだっていうのがもう出ちゃった。払ってるから。あ、そうです、払ってますもん、全部。何払った、まず。この団子、団子、エクレア、バラ、鎖かたびら、中このパンツ、パンツ、はい、軍足、腹巻き軍足ですよね、はい、結構払ってますね。はい、頼みますよ。頼みますよ。わ、じゃあプラスになったらヤバイソン返して。ヤバイソンの名前戦いますよ、はい、よろしくお願いします。頑張ります、頑張ります。軍資金はいくら。666で。じゃあ6000、はい、いや6万円、6万円、6万円でもいいです。いや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 、ですか。今日はまだ下見なんで6000円しときましょう。下見とかねえから、この番組。常に勘違いしてるんだよ。なんだよお前、下見って。バチさんが、バチさんが困るから。やめてください。なんで下見って。誰が下見でこう来たんだよお前。常に。この後のお前、飲み代稼ぐために来たんですよ。なんで下見って。じゃあ閉店までいんのかお前。まず閉店までいろよ。まず先に閉店までいろよ。この服、服だ。なあ、下見つになったろお前。閉店まで行ってテレチェックしろよお前。なあ。いや、わかりました。じゃあそれは下見は言い過ぎました。
チェックです。チョロ勝負。チョロ勝負。チョロ打ちですか？チョロ打ち。下見ようですよ。すみません。でもチョロ打ちなんていうのはないよね。だってバイソンにお金を返す、ここまで使ったお金を、そうですね。二人固めらないよ。どっちだったらいいんすか？どう言えばいいんすか？はい、いや何を求めて切れてるんですか？何が返ってくれば正解だったんですか？下見っていう言葉が嫌いなんですよ、俺。グリーンピースと下見は本当に嫌いなの、俺。ね、それがちょっと地雷だったんです、はい、地雷だったんですね。じゃあこれは何ですか？6000円勝負です。はい、というわけで、はい、でもあれですね、パチロボは皆さん、はい、ダウンロードしております。じゃあ、あのピッてやってピッてやってピッて。もうちょっと説明してくださいよ、見てる人のためにも。めんどくせえな。パチロボを存分に活用していただいて。なんで笑うことないでしょ。はい、わかる、笑うとこじゃないですよね、はい、パチロボをパチロボと知識と腐り方べらを存分に活用しないで伸びなを稼ぎましょう、はい、ほら言ってやった、はい、それで、はい、ほら言ってやったぞ、これでいいやろ、ね、みたいな感じですからね、パチロボ出た実践開始だよ。おぎのきもいいじゃん。いや俺トロピカルあったらおぎのきもいいかなと思ってたけど、あったよ、あります、あの外線のこっち6000円なんて、あトロピカルとこれトロピカル打ちますわ。バッチはトロピカル行きました。じゃあ俺どうしようかな。トロピカルの方がねコイン持ちがいいん で天国飛んだ後の引き戻し狙っちゃおうかな。あればないかな、天国抜けの即やめのやつ。あーでも一応200まで見てるんだね。なるほど、見てるね。結構みんな上手なのかな。一応天国飛んでるやつにしよう。ああったあったよ、これ行こう。天国飛んでるし、そいつ203、あ2回で飛んだんだな。なるほど、あれ意外と回ってんな。さあどれにする、お願いします。結構小刻みに当たってて、ホールの QR を読み込めばより詳細なデータが見られるよ。遊戯の前にデータランプでマイデータを開始しよう。遊戯をやめる際にマイデータを終了させて QR を読み込もう。過去2回まあ同じようにね、あの前日というか着いた当日に打ってますけど、当たったことすらねえからな。ただ今日は出たいな、さすがに。よし、じゃあ行きまーす。でこうやって、マイデータ開始。なるほど、1、2、3、4、5、6。ねえ、オキドキトロピカルはあのもうめちゃくちゃ回りますから、ちょうどいい、こういう時。まだあそこ大きい松本と小さい松本遠慮があるんですよね、お互いだね。その辺をちょっと払拭したいなと、あのこの後の伸びでね。だから今回はその旅打ちをこう楽しむっていうのもあるんですけど、それとも別の裏テーマで、あの松本の松本をくっつけようと、2人の距離を縮めようっていうのをこう意識して、この後立ち回っていこうかなと。俺パスの立ち回りであんま考えないですけど、人としての立ち回りで結構考えるんでね、いろいろ。だから帰り、あの俺最後に聞きますわ、あの明日の実践が終わってじゃあ帰ろうっていう時に、お前ら連絡先は交換したのかって最後聞きます、エンディングで。もうすでにしてたら成功ですね。してなかったら今回の旅は失敗ってことで。 OK、 ハッピーいきます。おお、すべてのこの島のすべての台が見えるんだ。へえ、これ
家でもできるってのはすごいですね。次の日の狙い台を絞るにはいいかもしれない。うわねえや、すげえなおい、みんな分かってんだやっぱ、みんなしっかりチャンスモード見てるねでもすごいね、これあるからわざわざ台のとこまで行かなくて済んだ。朝一のチャンスモードの可能性が残ってる台が1台もない。木村さんはしっかりやってんのかな。うお、カメラさんカメラさん今、まあ映さなくていいんですよ、多分僕の台ですよね、ガゴッつったの。行きますよ、じゃあ一応中押ししよっかな。おお、じゃあこれはもうバーを狙って避けます。チェリー重複、はい、来ました。で、レバーオンなんで立角ですね。はい、ありがとうございます。一本チェリー重複です。あ、左の三択、どこかどこか、ここ、あっ来た、じゃあさあよ、また散らしやがってこの野郎、待てよ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 、じらすな、じらすな、じらすな俺のこと。さあ来た、おら、バゲ。さあまずはバゲから、投資はちょうど6000円ですね、6000円。松本と木村は幸先いいね。全然全然当たる気しないね。ちょっとお二人が何打ってるか見ておきましょうか。マジかよ、天才なんだが。天才じゃないですかだろ、トマト当てたんすか。しかも3択当ててたから、すげえ。ちょうど6000円。6000円ですか、じゃあもっと打って大丈夫っす。まだ使い切ってないです、まだ使い、まだ使い切ってないですけど。審査員松本さん何やってるちょっと分かんないです、それを探してから。あ、分かりました、とりあえず。いや多分ね、バイソンさんのね性格というか、今日一日過ごしてみた結果、良さげなジャグラーか花火に絶対いる気がする。あ、バッチさん何フラフラしてんすか。いや、音体がリノでトマト当てました。もう大丈夫です、だから。はい、もう大丈夫ですよ。大丈夫、木村さんがもうリノで連チャンし始まったんで、もう大丈夫です。え、ちゃんと一発目も出てきてます。トマトがトマトでボーナス消化しました。おー、すごい、もう大丈夫ですよ、完全に。じゃあやめても大丈夫、勝ち確です、勝ち確これはもう僕がついた、追加投資しても大丈夫です、もう最後に持ってくるのやめてください、自分のこともう大丈夫、もう大丈夫です。6本もう入れた。いや、まだあります、あ、まだあります、あ、じゃあまだあります、とりあえず6までいきますけど、噛み締めて、はい、噛み締めてあります、連チャンまでは大丈夫そうっすね。よし、ただこれバケが、これな、鎖固められない、返せよこれ。サラッサラの下皿だったな、じゃあ大丈夫だ。すげえな、やっぱ当てますね、僕も当てたいな。やっぱこう人の番組に来たらこうどでかい爪痕残したいですよね。ハーデスとか打つさすが、さすがだぜ。バイソンさんもジャグラで下皿サラサラになってました、大丈夫です。これ2連目ですか。俺今やっとネギ棒の気持ち分かった。
安心安全な台を打ってください。打ってもいいんで、投資上限は6000円ですから。きったれきったれ、マジ頼みますよ。期待値500万期待値500万ですから。お前が頼むわ、俺がねえよ。いやもう当てたら当てた責任がありますから500万500万なんで期待値が。これは大丈夫っすか。木村さんやったじゃないですか。マジっすか。うるせえよ。マジっすか。お前なんでバラさしてんだよ。おかしいだろ。え。やべえ。おかしい。おかしい、あの人。あの人バラ食ったよ。バラ食べられました。おかしい、あの人どうしちゃったんだろう。まずい。やっぱ違うわ。やっぱ3回目ですからね、木村さんも。 ある程度やっぱりね、こう旅打ちの何たるかっていうのをね、あれしてきたんでしょうね。これは思い切って30杯のオキドギやるパターンあるな。俺ちなみに2の連チャンネーは最高21連です。20は全然ある。やったじゃないですかって言ってなんで怒るんだろう。意味わかんない。初めて当たったからね。これ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 、偶数っぽい偶数っぽいやつの連チャン後100ゲーム。よし、こっちに移動しちゃおう。しゃ、それではただいまより投資上限6000円を解除いたします。あれ、もしやこっち側の人。さあビッコイ、あー負け負け、ビッグ負け。でもこれ大丈夫、もうレンチャンするやつ、絶対レンチャンするやつだから。すると、よし、ビッグ負け負け、ビッグネギ棒の気持ち分かるわ、めっちゃ分かるわ。もう打たないで、あいつら本当にもう打たないでいい。さあ、え今データカウンター映してました。やったーってこっち向いたらカメラが、ほんと持ってないな僕。はい、バンチェです。はい、63ゲームバケです。で、100ゲーム、まあ大体ね、引き戻しの期待度が消えるって考えると、ちょうどね、この2000円ぐらいで当たらなきゃ厳しくなってくるかなって感じだと思うんで、行っちゃおうか。いや、これはやばいな。これちょっと俺これ当てないわけにはいかないな、これマジ。あの商店街ロケから、それから頼む当たれ。この流れで俺だけこの当たりなしってなったら、これちょっと大変なことだよ。はあ、いない。これ引き戻しいねえな多分。スイカ2回ガセで140。まだ終わんないよ。さあ今4連。さあ今回ちょっと手間取っております。ただ落ちたわけではない、落ちたわけではない。おかしいな。木村にしては上出来だよ。ゴー、はっ、やべ、向こうの100ゲームの方行きましょう。さっきの時点で俺使い切ってると思ってると思うんで、1万円までは行くか。やっぱこっち側なんだ。4連。あれ、あ、まあまあまあ、まだ打つんですか。もうやめてですか。一回流した連チャン、もうやめた。あ、やめて。じゃあ僕もやめた方がいい。いくらあってほしい。1000円。浮いてんじゃん。ビッグ1回、レギュラー1回。浮いてんじゃん。いいじゃん、浮いてんじゃん。浮いてたらいいじゃん。いいですか。いや、やめろよ。バッチは、バッチさんはなんとトロピカルの高設定狙い。トロピカルの高設定狙い、あまりにも不運だな。いねえじゃん。
僕でもやっぱり勝ちすらうちに来て当たりを一回も引かずに帰るっていうのがねやっぱ一番切ないと思うわけですよ。どんな時間からうちに行ったりせよね。おいおいおい、ちょいちょいちょい、今あれです、いくら使ってんじゃん。6000円と6000円はもう終わって、6000円終わったじゃないですか。で、レンチャーしてるからちょっとじゃあ僕も自分の金やめろこの野郎。どうすこれ。まずは結果発表ですよね、先ほどの。おう、あ、じゃあちょっとここあのチキに任せますわ全部。ちょっと待って、僕できるわけないですよ。ここは松本が回すよ。もう小さい松本さんに任せます。よし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 。木村さんレギュラー何本ですか。2本ぐらいじゃない。皆さん分かってる、真面目にやってるレギュラー2本ぐらい。真面目にやってる。絶対これ入ってないよ、絶対これが入ってる。あ、そうだ、これどうかってる。松さんもレギュラーたくさんありますよね。でそれで僕に回しを頼むってちょっと酷じゃないですか。いや、小さい松本さんのポテンシャルをここで見せつけてやろうと。お願いします。いや、お願いします。で、まず、はい、先ほどの、スペース666 スペース、はい、666の結果を振り返ってみましょうか。俺がですか、はい、リングを打ちまして、はい、投資上限は6000円ですよね、はい、その6000円使い切りまして、トマトを引きまして6000円で、はい、4連チャンで終わってしまったんですが、プラス167枚かな。おお、惜しかったですね。2000枚は見えましたもんね。まあ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 、夢だな。まあ最低限の仕事はしたから。いや、そう、はい、なんか木村さん噂で聞いたんですけど、初勝利らしいっすね。大初勝利っすね。ありがとうございます。え、これは、あ、ありがとうございます。あー、すごい。あー、すごい、超嬉しいっす。ネギ棒の気持ちが痛いほど上がりました。お前ら絶対やめろよって、むちゃん勝負やめろよって思ってました。で、私はですね、はい、ハッピージャグラーを1000円で食いつきまして。おお、食いつきまして、食いつきまして、1000円で食いつきまして、食いつきまして、ハッピージャグラー食いついて、はい、はい、何枚ですか。ビッグ1位、レギュラー1位、188枚出ました。おお、でもプラス130何枚なんで、気持ちよくね、食いついてプラス130何本ですよ。ってことは300枚浮いてるってことですね。そうですね。これは大丈夫だ。だって300枚で投資上限6000円で300枚ってことは、まあトントン、悪くトントンなんですよ、まあ、悪くトントン。僕はオキドキトロピカルと、あとオキドキの引き戻しモードを2台ほどチェックいたしまして、当たりなし、投資9000円です。あらっす。おしまーす。9? おしまーす。9000円だそうです。お願いします。こいつ大声出しゃいいと思ってる。マイナスか。マイナスってことになりますね。総投資が16本、1人50枚ぐらいのマイナス。しか全然飲みたくなっちゃったよ、これ。美味しいお酒だと思ってね。超気になってきた。マキさん、この空気。いや、あなた回しなんだから、一緒やつやったら。こっちも嫌いよ、俺。どうしましょう、マキさん。でかい声出した。だから、前回は琵琶湖の悩みを聞いたんですよ。はぁ、いろいろ。あ、なるほど。バチさんの悩み、それはやってもうたな。いや、悩みでもいいですよ。悩み、今ちょっとこれ悩んでるんで。何言われてるんですか。いや、もう分かるんですよ、大体もう、はい、今日これまでですよ。バイソンさんがここまで張って、しかも僕だけ負けたと、はい、そうね、大したことない話じゃ許されるわけではないっていうことですもんね。ガチな悩みを、これはしもうたな、測られたな。じゃあまず小さい方から聞いてきます。あ、悩みですか。小さい方の悩みを。小さい方の悩みですか。うちの嫁がちょうど昨日、あの嫁ちなみにブサイクなの。なんか聞いた話によると、僕は B 線らしいんですよね。あ、じゃあクソブスなの。
クソをつけたら失礼ですけど決して可愛くはない。可愛くはない、はい、どういう感じなんですか、お嫁さんは。リンスがなくなって、あのシャンプーとリンスがあってリンス共用なんですけどなくなって、で僕が変えてないことをすごいなじられて、それおかしいなって思ったのが小さい松本の小さい悩みです。ちょっと待ってください。ただののろけだよね。あの話言えよみたいな顔しました。いや全然ちょっとよくわからないです。ちょっと何言ってるかわからないです。悩んでんすよ。悩みはしてないですよ。いや答えてないもんすね。世の中に答えなんて存在しないなと思いました。マジですか、それでは明日の僕 MC なんで明日の打つ台を決めましょう。それだけ OK。 明日の打つ台を決めないですか。もう何もないですか。唐突すぎるだろう。ダークホースさん何かあります。だから俺ら二人に何か聞けばいいじゃん。同じ質問すればいいじゃん。バラ何やってんだてめえ。おい、お前格好だけじゃないかお前。格好だけよお前。格好だけってなんすか。これ視聴者プレゼントやもん。やろ視聴者プレゼント忍者かお前。バジリスク、バジリスク、バジリスクの示唆してる。別にバジリスク示唆とかそういうそういうのじゃないんだよ。もうバジリスク熱いぞ熱さした。旅行初日楽しくなかったですか。いや今楽しい。ここがねもうちょっとこう、はい、わけあいあいとしくてすごい壁があるよね。まだいや俺もうあれはでだって僕まあ9年とか8年じゃないですか。バシさんがだって今14、5年、14、5年ですよ、うん、ほぼバイドキャリアですよ。今顎を上がってたよね今ね。14、5年ですよ。そんなことない。ですよ。いやだから僕読書自体は普通読んでたそうじゃないですか。読んだことある。ある多分多分。湯島をすげえ打ってもらってたと思ってるんですよ、はい、僕好きだったんで、はい、っていうか知ってたガイド受けたんだぜ。さっき知りました。そうですよ。どうも落とされた。落とされて受かったら土井さんですからね。え一生どうもそうですよ。そうですよ。あれを取ってや。おかしいじゃん。土井さんの時です。本当に土井さんとか島田さんがマジで、うん、ですなんで。人生って分かんないね。うん、ですよ。多分まあそのいわゆる何かしら縁があるんだなと思って、だから合ってたんだろうなと思いますから、パチスロ娯楽マガジンが。そうだよね、はい、決してそれって間違ってなかったとは思います。そう思うしかないんだけど、今だから言えるんですけどね。バイさんなんでこの仕事してんの。お前絶対向いてないじゃん。断言、まあまあ、そうだから断言。そうですね。だってすごいいい会社員になるでしょきっと、はい、とまあそういう意見ありますけどね。なんでっていうと結構いろんなところで話してるんですけど、ピヨモトがガイドの人に面接受けたらってことで面接うちの。そういうことじゃねえ。みんな話聞いてねえだろ。どうだろう。僕は何を自分がやりたいのかってあんまないんですよ。急に変わったじゃん。だから流されな、そのピヨモトの話流され流されやってたらいつの間にこんな服着てたんですよ。流されて鎖片びら。なんでそんなの着てんだろうね。すごい不思議になってきた俺。いや僕も本当不思議なんですよね。ということで、はい、不思議ついでに。不思議ついでに何ですか。明日打つ台を決めようじゃないですか。それなんで何が不思議なんですか。それ明日打つ台を決めることがなんで不思議なんですか。いやまあ話の流れがちょっと不思議かもしれませんが。あそこが不思議だ。はい、はいはい、すいませんちょっとバチさんお付き合いください。じゃあ一応じゃあ設置士から見ます。で上から設置台数が多い順に並んでですけど、はい、まあちなみに明日は打つルールってあるんですか、はい、乗り乗るんすか。今までは乗ってるね。別に乗らなくてもいいけど、
いや、せっかくだから乗りましょう。乗ります、ね、負けた身分で言うのもなんですけど。そうだよね、ここで負けといて、明日小店やりましょうよ、すんげえ昔。それで勝っちゃう。いや、とりあえず、ね、もう倍返しですよ、この朝間も。じゃあ、3人並びで凱旋スタートしましょう。凱旋もいいの？凱旋がちょっと。僕、今週凱旋で16万負けてるんですよ。本当？ちょっと悔しくて、ちょっと。俺、もうちょっと負けてる。ちょっとやめてくださいよ。ちょっとみんな行き止まり、凱旋に対しての行き止まりが抑えきれないまま来ちゃってるんで。じゃあ凱旋、あわよくば、じゃあ凱旋ましょうか。凱旋、まあ跳ね返り狙いで。僕凱旋については何も知らない。跳ね返り狙いで。なんだ跳ね返りって。一人で40万。携帯携帯置けよお前。携帯置けよお前。何だよ。置け置けっつってお前。なんで跳ね返りってお前。お前どこに所属してんだよ。はい、どこに所属してんだよ。パチスロ必勝ガイドです。必勝ガイドお前どこにが跳ね返れない回だろ。おい、でも結構パワー理論みたいなのが。パワー理論なんですよ、説明してみろ。あのパワーが溜まった台。パワーが溜まった。パワーはもう本当にこの次に進むよ。じゃあ明日は凱旋スタート。よっしゃ、はい、じゃあまああのリセット店長まで行きますか。はい、だから1回は当てましょう。わかりました、はい、わかりました。じゃあ1回は当てる、1回当てるまでは必ず打つ。凱旋、凱旋、はい、その後は自由行動と、はい、ということでよろしいですか。はい、よろしくお願いします。で、明日は乗り打ち、乗り打ち、で、小さい方は鎖が食べら。明日もですか。しかもこれ、もんなんしかもこれプレゼントですからね。だって、それパワー理論で言うと、溜まってるでしょ、それ。今日ブーッ、ブーッ、ブーッ、食べましたかね。でしょ。はい、わかりました。じゃあ俺で行きます。下は変えてもいいです。下というか、下はいいです。下もいいです。このこれだけ結構目線がここ来るんですよ。歩いてる人とか、あのホテルのフロントの方とかも。食べたい。じゃあ木村さん、今日の有名人、うん、意外と美味しかったよ。お、うまいです、うまいです。本当に？うん、うまいです、うまいです。え、バッチさんも一枚いかがですか？出してましたよ。じゃあ、僕ももう。じゃあ、わかった。投資1万ダメですよ、1枚食おう。最悪。1枚だけ。最悪。あれが投資条件。パラビアの感じの投資条件。それぐらいになったら移動して。僕だけじゃないですよ、みんなですよ。いや、もうちょっと。結構あるな、俺。パラビアの数結構ある。じゃあ、凱旋スタート。凱旋スタート、頑張ります。次回の後編は、豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。